ねえ、もうサムネが怖い。これは、これは怖い。それは、それはおもろい。言葉のチョイスキモいな。俺も入れねえかし、本当に36歳でやってきます。意外とうまそうでしょ。宣伝するもんなんて。ユリスさんの配信見に行こう。ユリスさん、ユリスさん、なんかその日本語お勉強中ならわかるんだけどさ、これツイート見たらさ、その楽しんでっていうなんか一言なのちょっと悲しくなんだ。終わってるみたいやもう。じゃあ楽しんで。他のメンバーで言ったらとみやこさんか。やばい、ちょっと待って。過去の俺がさ、みやこさんの動画あんま見たことないと思ってたんだけど、バチコリ初サウナっていう水着の動画だけ俺ちゃんと見てた。フルで。過去の俺じゃ、過去の俺ちゃんと見てた。バチコリサウナは見るやろ。バチコリって。タイトルセンスどないなっとんや。何一人じゃんけんって。ネザーガン、もうこれは正直、あ、じゃんけんするか。こっちが勝ったから最後にする。ちょっと待って、今のムーブは怖い。今のムーブ怖いって。手に位置がないってことこれ。なんかこの脳みそでさ、わって考えたときにさ、ここの感覚を遮断できるってことでしょ。ここのその挙動をランダムにできるってことでしょ、これ。お前ら知りすぎだ。お前ら知りすぎだろ。何、ミャコの息子って。ねえ、もうサムネが怖い。ねえ、サムネマジ怖い。これは、これは怖い。これちょっとこの後、これ終わった後これ見ていい？ちょっと待って、あのね、タイトルがおもろすぎる。まず、みやこさんのイマジナリー息子を見て、なぜか息子になる布団ちゃんもおもろい。もうこれ、このタイトル最高でおもろすぎだろ、これ。今日はですね、私の息子を紹介したいと思います。おいで、恥ずかしがらんと。はい、こんにちは、して。大丈夫。ああ、もういいんだ、いいんだ、いいんだ、はい、います、いますよ、いるって。親がネットに子供の顔乗せてどうなのとか、子供に稼ぐなとか、いろいろ思うことあるかもしれないんですけど、本人の希望もあって、これからちょくちょく登場すると思います。あ、もうみやこさんリスターは見えてんの。見えてんの。嫌いなポケモンは意味、ゲトトゲキスタイルフン。ほら、みんな一緒ないよ。ここ怖え。みんな一緒ないよ。じゃあちょっと行かせていただきます。タイトルちょっと読み上げたいから読み上げていい？でも読み上げたくなるタイトルってなかなかない。みやこさんのイマジナリー息子を見て、なぜか息子になる布団ちゃん。なんか怖いな。なんか怖いな。始まらないぞ。え、待って、俺が見た動画と違え。息子がパパを紹介しますっていう動画ですね。嘘だろ。これそういうこと？そういう世界観？これは、もう、わかる、わかるよ。ミヤコリスナー見えてんだよね。今、温かい家族の形が。俺がおかしいんだよな。見えてくれ。頼むから見えてくれ。頼むよ。あ、見えない！俺には見えない！俺には見えない！まだその領域に達してない。やばい！これやばい！これさえ知っている！コメントのやば！こんな微笑ましくて面白い家族紹介動画見たことない。息子さんは照れくさそうにパパを紹介してるの可愛すぎ。やばいな。ちょっとマジやべえわ。予習終わりは、布団さん。予習終わりました。今、予習が終わりました。顔が。息子が、パパ、なるほど。これ、あれだわ。イマジナリーの極みだわ。これ、みやこさんの目には、イマジナリー息子とパパが見えてて、そうだよ、そうだよ。紹介してるんだわ。はい、こんにちは、して。
お前待って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 、イマジナリー俺息子見えてるわ。年変わらんから。はい、こんにちは。テストさんだったね。好きなゲームは？ポケモン。ポケモン。見えちゃってる。早い。早い。絶対一緒ないよ。適応早すぎ。さっきまで仕様をつかむのに、この世界観の仕様をつかむのに時間かかったのに、いや世界に入るの早すぎんだろ。これイマジナリーシリーズ本当に危険なのが、やってる最中ね、これね、イマジナリーシリーズやる側からするとね、シリーズ頭バカになってくんだよね。本当にそこにいる体でやるから、なぜならば棒になっちゃうしさ、喋る側も、どんちゃんやってるんだ。これやばすぎだって。この前は紹介もさせていただきました、ありがとうございます。ここにいるのは僕のパパです。あれパパはマジか、いつも土木作業員をしていて、しかもちょっと待ってね、ごめんごめん、突っ込まして、息子がパパを紹介しますね、息子役だよ、ワンダンデなんだろう、ごめんパパ役やってくれってながらも、パパは土木作業員の現場監督なんですけども、ママと一緒にいつも仲良くしてるのを見て嬉しい気持ちでいっぱいです。パパは本当に自慢の僕のパパです。ほら57秒。それはそれはほら57秒、ほらやば、布団ちゃんのショート動画を見てるやつの動画しか出てこないんだけど、待って、本丸にたどり着けない。松本40層おい、俺これやらねえからな、俺これ。いや俺もやらないよ、俺もう、いや絶対やらない、絶対やらない、もうもうやらない。松本くん、アンパンマンのモノマネしてと同じようなやつだからね。もうやらないよ、もうやらない、もう絶対やらない、もう普通にやらない。そんな聞いたことない、50層とか60層とか、もう飽きてきた、もう俺もこんなん面白い、飽きた。そんなに見たくない。何これ何これ、テレ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 タク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 、え、芸術だね、すごいね。テラテラピスタピスタと一人一人万年一万年ハヌカンさんくんない、チャンスとみかんてん探すぎる、探すぎる、マジですごいね。もう好きになってきた、もう好き。これついてみるか。12日だよ、仕事じゃないぞ。え、家の近くの営業だから一回帰ってきた、言ってくればお昼ご飯ぐらい作るよ。キリノコいいわ、キリノコ気持ちいい。料理できるだけで俺はもうリスペクトですわ。クリクリした時は彼女にアピールするいやね、料理もアマゾン1位よすごい実力者じゃん。もうちょっと待って、ポカリとラムネ、え、脱水用語の外回りの基本でしょ、なんでもねえな、午後もサクセス言葉のチョイスキモいな、もういいって、戻ってきたって、今布団ちゃんパートや。タイトル、左右はまだ暗記していない方へ。SE が入ってる。おっと。
お前らほんと好きな。これすごいな。うわやる横切りマジで来い。さすが気分貢献だ。今何も今何も今の時間なんで。いや俺こういう36歳になりたい。あ、僕って36歳のおじさんだったんだ。やめようか。切り替え早っ。頭よ。入るのも早い。早い。入る方も早い。才能あんなマジで。欲しいねその脳みそ。すごい。すごい。ふとんちゃん、ふとんちゃんさんのコンテンツ全部おもろいやん。やべえ全部入り込んでる。よし準備できた、行くぜ。俺も入れねえかし、本当に36歳で。これすごい、逃さないの、すごい、これすごいな。俺も入れないかなの下りから入れんの早すぎる。本当に36歳で。好きすぎる、これこれはこれはおもろすぎ。すげえおもろ、この人は、この人マジでおもろ。俺今知ったこの人、なんか前雷神とね競馬かなんかなんかやってたんだけど、競輪か、そこでちょっとちらっと見たぐらいで、このコンテンツに出会ったの遅かったな、もったいねえ。2023年3月まで出会わなかったのどうなってんねん。ラストなんか一個見て終わるか。言うて敵チームだからな。敵チームなんだよな、今。自然な流れで布団ちゃん見てるけど。敵チームだからね。これタイトルがおもろいのから、もう全部。6時間探し続けたカワウソ発見したが、バグでゲーム落ち、大発狂するプトンちゃん。ここまでさ、オチまで言ってるタイトルでおもろくなる動画ってあんの？ちょっと見ていこう。みんなの、あ、カワウソ、おい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 、カワウソだ、カワウソ、カワウソがいる、カワウソだ、カワウソがいる。え、なあ、いや、まずい、まずい、まずい、これまずい、挙動が、なこいつらか。おい待って、見失う、見失う、マジで見失う。なんなんだ、なんで下半身に月むき出し。もうちょっと顔しすぎる。どう今のワンカット何にも喋んない。どこだよ反対側。俺前恐竜が邪魔すんだもん、だってしょうがね。反対ってどこだよ。分かりづれセンスのねコメントしやがって。お前半年ロムってから、お前コメントしろ、うちの放送でめこの野郎。反対から見る、どこが表で、どこが反対だよ。こっちが表なんか、こっちが反対なんか、こっちが表でこっちが反対なんか、こっちが表でこっちが反対なんか、こっちが表でこっちが反対なんか、山見て左とか、川見て右とかな、山見て右とか、山見て左とか言えよ。そうだろうが。気持ちはわかるけど、気持ちはわかるけど、逃げちゃったんだからしょうがねえだろうがよ。うるせえな、どん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 、あ、カワウソだ、あ、違う。カワウソくん、あ、カワウソくん、あ、違った。色が似て
か襲ってくるまで分かんないの受けんだ。こっちじゃねえ。ごめん。痛い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 。こっちじゃねえかよやっぱりよ。兄の反対。こっちじゃねえかよ。おい。ふざけやがって。嘘つきやがって。ちょっと待って。頭が痛い。頭が痛い。ちょっと。コメントも受けんな。笑えねえよクソガキってコメントなんだよ36歳おっさんに向かって。おい見てくれ。なんで俺だけなんでこんなこと起きんだよ。なんも悪いことしねえじゃねえかよ。なんでこんなことが起きんだよ。これはガキって言われるわ。そりゃ言い過ぎだろ。存在していることがツビーは言い過ぎだろ。アークやってるだけでひどすぎ。過激すぎる。ここは過激がすぎる。これはちょっと、いやこの人たちはちょっと野に放ってしまってまずいんで、ずっとプンレクでやっててもらおう。ふとんちゃんにはこれはちょっと楽しみだな。挨拶するのが